君との婚約は破棄させてもらう。はい。これまでの散々な所業、傲慢な君にはもううんざりだ、アイリーン。どうやら話を聞く気もないようなので失礼します。お望みの泣きすがる姿をお見せできず、優越感など欠片も与えるな。初対面だろう。なのになぜだ。それはその君は僕が好きなのか。いいえ。手伝おう。あら、ご親切にどうと結婚していただきたいの。ああ私と結婚いたしましょう。幸せにしますわ。君は僕が好きなのか。いいえ。さあ、クロード様、竜巻は勘弁です。元から同じところをくる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 、これが結界というものなの。何よ。しびれ薬を仕込んでおきました。人間を信じるだなんて愚かなこと。人間のセリフかそれ。さあクロード様、出てらっしゃい。この魔物の羽を一枚一枚もいでハゲにしちゃいますわよ。ハゲ言っても信じてもらえないと思いますけれど。それを決めるのは君じゃない。では申し上げますわね。実はこの世界、私の 5 minutes later。 なるほど、よくわかった。え、僕をバカにしていることは嘘。職人さんは壁の枠組み。差し入れ持ってかないとね。君のせいか。延々と正しい礼の仕方を見せられた。他にも菓子を餌に魔物たちにいろいろさせているらしい。この森、魔物たちの住処は意外と広いのですね。お褒めいただき恐縮ですが、よろしくない情報が入りまして。リリア様に何通も脅迫状が届いているらしいんだ。一部の脅迫状にお嬢様の署名があるんだと。アーモンド、聞こえる？なんだ！
いたら叩きのめしてやりますわ。私だってアーモンドが可愛いんですから。不思議だな、君を泣かせたいという気持ちに変わりはないんだが、たまにドロドロに甘やかして君をダメにしてしまいたくなる。何か僕にできることはないか。ここの魔王設定はどこへ。撤収だ撤収。アイリン様ファイト。